しねえまで。こら、イリア。シロ。せっかく干した布団が潰れちゃうだろ。ここ、とても気持ちいいんだよ。あったかくていい匂いで。そりゃ、そうするために干したんだが、うわっ！ね、シロも一緒に寝よう。だから潰れるって、イリア。シロはいい子だね。確かに気持ちいい。最近疲れ気味のせいか、まぶたが重く。これは起こした方がいいのだろうか。しかし邪魔はするべきではない気も。そっと。何をしているのかしら。はい、静かに。まったく、3人ともよく眠っているものね。確かに干したての布団ってのは気持ちいいものだけど。特等席だー。わー、ちょっと、いいの、泥棒猫。そこは私の場所なんだから。いい匂い。あっ、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 あ、起きないよね。そりゃ起きないわよ。起きないようにしたんだもの。なんと、シロにアンチかけた。シロとお昼寝したかったのは。とにかく早くドッキリ。分かったわよ、もう。でも本当に解いちゃってもいいの？どういう意味さ。まあいいか、みんな溶けていたんだし。ほら、何すんのよこの時。そういうのはお姫様のキスって相場が決まってるじゃない。逆でしょ、逆。何よ、今シロが目覚めなくてもいいの。いいわけないでしょ。いるよ。これとは何よ。見たところタイガも目を覚まさないんですが、彼女にも暗示をかけたのですか。かけてない。